はい、こんばんは、つちのこです。ようやくね、戻ってきました。さっきね、なんか焦ってパワーを押しちゃってね、ちょっとストップして考えようと思ったら、パワーを押してしまい、ゲームが勝手に中断されるというハプニングがありました。じゃあね、ボス戦、もう一回行ってみたいと思います。あ、倒せるかな。最初は分かったんだけどね。さあ、このでっかくなってからが問題。うわ、落ちるね、やっぱり。でも、与えてるっぽい。あ。もっと与えるってことか。よし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 。うわ、高い。うわ、落とされるね、結構。いかんなぁ。あんまりこう、無理したらいけないね、これ。当たってもダメージは食らってないみたいだから、なるべく、ああ、なるべく広いとこ、ああ落とさ、本当にわーって言っちゃうよ。落とされる。よし。もう一個かな。ああ、やばい。うわー、大丈夫かな。やばい。ああ、倒せた。よかった。こうやられるとあれだもんね。全部アイテムがまた、やり直し、レンタルし直しになるから、やられたくはないね、やっぱり。あ、これは、5になる。よし、こまだれー。なんだ？ああ、紋章か。知恵の紋章を手に入れた。よし。あともう一個だよね。よし、セーブしとこう。さーて、じゃあ上に行くんだよね、次は。ちょっと蜂を預けに行こうか。なんかさっきみたいに黄金の蜂が出た時にね、黄金の蜂捕まえたいじゃん、なるべく。まさかでもね、やられるんではなくて、向こう行っちゃおうっと。やられるんではなくてパワーボタンを押して中断されるっていうハプニングが起こるとは思わんかったな。あ、これでいけないかな。間に合わないか、もしかして。ああ、間に合わないかな。ギリギリ間に合うか。ああ、間に合った。何でしょうか。100ルピー。よし。あ、これでもこれ使ったらいけるんじゃない、こっちまで。
それじゃあ上の方行こうか。アイテムもいっぱいもらったし大丈夫だよね、多分。あの大きな岩がまだできないから。どっちだっけ。こっち右側だっけ。いけるかな。ヘブラさん、ヘブラ山に行こう。これ爆弾でいけるのかな。あ、壊れない。あ、じゃあ違うんだ。まだあの岩を動かさないとダメなんだね。じゃあヘラの山に行こうか。ヘラの山ってどこなんだろう。あそこかな、さっき行ったとこかな。うん。ブンブン。ブンブン。どこだっけ。え？え？え？あ、なんか。いけそう。爆弾。おお、びっくりした。金取るやつだね、こいつ。この奥、これがヘラの山だとしたら、この奥に、あれ？あ、薬屋出てくんだ。なるほど。ショートカットってことね、今の。あ、金はあったね、なんか今。ああ、またこれ。ちょっと待てよ。あっ。これあれじゃん。斧でいけるね、斧で。ハートのかけら。さらに、さらに、爆弾で入れる場所があると。うんうん、妖精たちだね。
なんか行けるとこあった。なんだこれ、仲間だね。動く壁と動く床をリズムでリズミカルに渡る。それしかないっちょ。どういうこと？この部屋にある3つのスイッチを全部オン。それしかない。なるほど。待てよ。あそこだね。あ、なるほど。あそこに降り立てばいいのか。これじゃ戻ってきてるのか。これじゃ戻っちゃうのか。スイッチオン、スイッチオンか。これはマップが出ないんだね。これは関係ないね。あ、そうか、今度はこれがあるのか。乗っていくと、これで一応3段階いけるってことだね。あ、これで、こういくのか。これでこういけるのか。で、どこまでいける？あ、これ、あ、ここまでいけるんじゃない？着陸。これを手に入れるために今頑張ってた感じかな。これ終わりでいいの？ちょっと見てみよう。これで終わりでいいのかな？ここに行けるとこないね。終わりでいいんかな。おお、すごい。帰り気。お客さんかい？おやっさんとこの小僧じゃねえか。珍しく深刻そうな顔してどうした？弟子入り？山で鉱石を取ってたらよ、いきなり地鳴りがしてよ。ああ、岩だらけになっちゃってね。あ、岩持ち上げができるんだ。お、これできるんじゃね。男だったら岩の人さ。おー、小さな岩持ち上げることができる。やった、これが欲しかったんだよ。これでまたいろんなところに行けるようになったね。よし、おーし、よし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 。このち、おっきいのはまだ無理ね。あー、これであそこの下に行けるんだ。やっといけるよー。うわ、何この動き。ここは行けないと。おお、すごい、まくまく燃えたかってる。あそこを目指して、うわー、なんだ、うわ、あったのすよ。うわ、これ何、鉱石じゃん。なんやこれ、なんていうの、あ、これは、おお、
すげえすげえ。これ入ってみようか。お、宝箱。ゴルピー。もう出るね。来たよ、これ。見えたな。ここに行けるとこないね。まあ、いっか。入ってしまおう。やっぱりこれ、あれかな、爆弾とかで壊せるのかな。おお、壊せる。ということは、この鉱石付きのやつも爆弾で、ああ、持ってくるんだね。まあ、あんまりいらんけど。おお、これなんかドンキーコングっぽくない？ドンキーコングっぽい。よし、行けー。やったー。あ、そうか、壁画で避けてもいいんだね。壁画で避けてもいいんだ。あ、これあれじゃない？杭を打つ。杭を打つってことは、ハンマーを前にしようか。よし。そういう宝箱ね。魔物の木も！魔物の木も！爆弾。でもこれあんまいらんね。いらんけど一応やっとこうか。あ、やられるの？あ、いたいたいた。ないかな、他に。ない。ちょっと下行ってみようか。これ何？あ、外に出るんだね。ちょっと話してみよう。落ちるな、危険。なるほど。あ、上が宝箱だね。上行けるわ、じゃあ。ちょっと。おーっと。逃げる気、そばね。よし、ちょっとハートが欲しいかな、そろそろ。なるほど。うわ。来ないね。うわ、広い。おーっと、落ちこわった。落ちないとないか。ほんとだね。あ、しまった、これさっきのとこじゃない？そうだ、間違いない。さっきのとこや、ほら。戻ってしまった。落ちたら、戻ってしまうよね。なるべく落ちないようにしたけど。行ける場所を行くと。これ何？ここ何？ほら、ちょっと段差があるのかな。穴があって、渡れるんだね、ここ。ああ、こうか。なんかいろいろいけるとこがね。あ、とりあえずセーブしとこう。これはまだいけないのかな。ほう。ここいけない。ここいけない。どこいったんだ？あそこに行かなきゃいけないっぽいね。ここ。なんとかしてあそこに渡りたい。これもしかしてあれじゃない？ここに、ここにこれじゃない？よし。やっぱりね。で、あそこから出れるよね。これ今下にマップがね、出るよね。やっぱり。これ出る気ですか。これでいけるのは分かったけども。待てよ。次もそうだね。あ、そう。
おお、あ、なるほど、そういうことね。あ、いたいたいた。あ、これでコンパスが手に入った。なるほど。これで飛ぶってことだ。そしてどうしたらいいかな。そして、まだあると。ここに、壁面見てみようか。なさそうだね。よし。あ、鍵があるよ。鍵があるけども、とりあえず行けないと。行けないけども、鍵が下がると。うん。で、小さな鍵がかかった。なんかここにあって、なんかいける。おぉ。どこまで行くんや？うん。え、ちょっと待ってよ。あー、入った。あんなギミックがあるよね。くそー。完全にやられたぜ。これ隙間空いてんのかな？あー、隙間空いてる。これすぐに。これも隙間、隙間、あれ？あれ？いいのかな？うん、宝箱は取ったね。あー、さっきのとこなんかあったっぽいな。さっきのとこまで行かねえけんか。ね、あれがあるから。わあ、いけたいけた。これちょっととりあえず上げてみようか。上行ってないけど大丈夫かな、行っても。まあ、いっか。行ってみよう。ゴルキー。これでもまた行けるよね、ここ。他にないよね。よし、行ってみよう。あ、行けなかった。これだね。また違うとこかな。もう一段上になったのか。うわ見えてるのに引っかかってしまった。ん？おぉ。ダメ、ここまで行けない。あ、行こう。いやぁ、食らってしまう。ほうほうほう。ルピーがあるわけね。いっぱい。ここは来たとこか。じゃあ、ここを置いて。ちょっと溜まるまで待とうか。鍵と宝があると。さっきのとこでも今、宝があったね。これで行ってみようか。あ、これはあれか。3階だから関係ないんだ。どこに戻れる？ああ、一番最初に戻れるか。待てよ、ここにあるのね。で、他に行ける場所はなしと。じゃあ、やっぱりまだ最初はこっち、上に行くとか。うん。ここは、行けないまだ。ってことは、やっぱり下で、鍵とか殻を取るってことだよね、これね。ちょっと一段上に行かなきゃいけないんだ。ここに行けないね。ちょっとセーブしようか。ちょっとセーブしとこう。さてと。あそこに行かなきゃいけない。ちょっと上から降りるっていうのはできないかな。上の隙間が空いてないからか。あそこに宝箱、下がね、宝箱の収集があるんだけど。上に行けないんだね。ああ、行けないっぽいね。ここにあるんだ。割れ目はないよね。ないっぽい。ということは、
来たとこだもんね。フックショットもなんだろうぞ。上に流れになってしまう。ダメなんですね。そうか、とりあえずちょっと一回あれやってみようか。そうね、流れになりがないかどうか。なさそうだね。ないよね。ない。入ったなー。どこだろう。どこだ。入ったなー。この尻柄なんだろうね。あ、いけた。ほら、くんじゃん。ほら、これで、小さな鍵があるから、ここ開くね。おぉ、びっくりした。ああ、落ちるみたい。なるほど。あれ取りたいな。あれを取ろう。間違えた。ちょっと待って、これここ、こうやっていけるんじゃない？ちょっとここら辺だな。100ルピー。どっから戻れるんだ。そういうとこ戻れるんだ。なるほど。どうぞ、これね、次は。うわー、びっくりした。思いっきりやられた。これは何？思いっきりやられたよ。入ったなぁ。あ、やばい！ああ倒れた。うわ。くそー。こんなに借りてきたのに。ダンジョンからじゃダメだよね。自分の家からじゃないと。やられてしまった。とりあえずね、またここで終わっとこう。それじゃあまた。土の子でした。